大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。皆さん、この画面を見るがいい。ザビ大観再び。これね、視聴者の方からいただきましたザビ大観でございます。はい、皆さんこんばんは。今日も生放送で新しいゲームやっていきたいと思います。悪大観2伝説が始まります。すげえ面白いゲームやからな、これね。お、もう始まった。お代官様の命を狙う強大な、正義の味方を返り討ちにします。見事返り討ちに果たせるでしょうか。こんばんは。これを買うやつね。じゃあ行きましょう。舞台バカゲーというなんかしょうもないゲーム。始まりの部屋第一悪おお、選べんや。選べ、何、ね、どういうこと。あ、何回かやったらこれ1必要。へえ、じゃあ優しいから行こう。弁天堂。いつものお菓子にございます。おお、これじゃこれじゃ嬉しそうや。いいの、お菓子はいいの。わしはなぜか子供の頃からこのお菓子にだけは並々ならぬ執着があっての。そうでございますか。お喜びになっていただいて、この弁天堂も恐悦至極でございます。あとはおなごの帯回しやのこれに関してはわしが三つの頃より自主的に訓練を積み重ねてきたのじゃ。さすがでございます。三つの頃より、それは天賦の才というものでございましょうな。そうじゃの。笑い方が。お静かにお代官様。どこで何やつが私どもの悪巧みを聞いているやもしれませんぞ。何を申す弁天堂、用心もいいが度が過ぎるのも考えものじゃぞ。それがでございますな、お代官様。本日私の屋敷にお招きしたのはお代官様のお命を狙う怪しい輩が暗躍しているとの情報を耳にしたからにございます。なんと弁天堂、それは誠か。何やのアップや。しかも相手は相当な手だれだという話にございます。何へわしを狙うのじゃ。対策はあるんじゃろうな、弁天堂。お任せください。そのためにお呼びしたのでございます。この屋敷の中は自由に罠が仕掛けられる用意ができてございます。武器や用心棒も準備してございまするに、一歩足を踏み入れる途端に一網打尽にございます。さすがじゃの、弁天堂。ささ、ご準備を。聞いてる隠れたわ、あいつ隠れた。なんか弁天堂のキャラがあれやな、なんか前回のなんかあれと違うよな。舞台概要、江戸は浅草橋に、なんだ、名をつなげる巨大コンツェル弁天堂の江戸支店である。由緒ある日本庭園に囲まれ、江戸の読めねえ読めねえ、とりあえず難しいやつ、あ、簡単なやついこう。軒ね、軒、オッケー。罠は仕掛けたぜ。リスナーたちが再び切られる気は。そう、今からちょっと説明だけしときましょう。私が今からですよ、今から私が、おお、リアル何やこれ。拡大、これか。おお、こういうことね。はいはい、あ、後ろについてきてるの、皆さんこれ、皆さん、喧騒っていうの、全然読めない。これはどっからスタートだと思う。これ後ろついてきてるのは皆さんですからね、これね。うん、あ、皆さんここからスタートするとこ、ここかな。宝箱あるじゃん、なんこれ。帯回し、あ、間違えた、帯回ししましたね。スタートどこや。この辺に、この辺かな、違うかな。うん、読めねえ、漢字読めねえ。なんかえらい狭えな、狭え。映像が綺麗になってる気がする。俺もそんな気がする。どこがスタートかな。とりあえずね、これで皆様を私が今から使うわけですよ。これ何これ。後ろにおるのが皆様なんですけど、まあ、とりあえず罠をいっぱい仕掛けていきましょうというゲームなんです。でとりあえず音楽があれなんですけど、この辺なんか仕掛けるか。買い出し、樽をつける、火をつけると爆発する、殺傷力は高いけど、被害を与えても技術、建物に被害を与えない技術。ああ、そういうことね。火をつけないか。でも火がいるんやな。
火がいりますよと。じゃあこの辺になんか爆弾置いてやな。なんこれ。なんか結構いいもん持っとる。あ、これ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 いるやつやで。これ爆発すんちゃうか。これ爆発しそう。うん、リスナー殺すのザビ大感だよ。リスナーを偽善正義の味方の怪物にするゲームで、それそれ落とし穴大事、落とし穴大事、落とし穴ここにいっぱい仕掛けとこうね。ここにね、もう私は天下やってっからな。頑張れお前ら、働け働け働け。ただいま、ただいま、ただいま。おお、これ落とせるじゃん。これ何、石の上行けんのか。じゃあここに落とし穴スペシャルね。落とし穴ばっかり仕掛けまくっとこう。でトラバサミも落とし穴を仕掛けた後にこの辺にいっぱい仕掛けるね。そう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 、かげろうみたいな、かげろうみたいなゲームね。かげろうよりももっともっとアホみたいなゲームですけどね。何も考えず脳筋と言われてもおかしくないぐらいいっぱい置いていきますけど、私は。爆発しろ爆発しろお前ら、ここで。よし、火なくても爆発すんのかね。うわ、これか、これがやるといかんな。ほんなら地下系、下下、こっち向いてこっち、よしよしよし、上上で、こっち置いて上上、オーケーオーケー。でこの辺もいるんやな、昼いるわな、いいねと使うわな。あ、よしよしよし、茶番要素が強いゲームである。浪人と、浪人おった？借りたかな？浪人、あー間違えた、こっちか。で、ほい、上、浪人が雇えねえな、今は。浪人まだ、あったあったあった、浪人、浪人。あったあった、これこれ。これは皆さんですよ、これ。皆さんの、皆さんでもありますからね、これね。浪人はここにいっぱい固めとこう。おらーおらー、お前ら。あれ、なんかバグってる、バグってるね、お前ら。おほほほほ、バグってるわけじゃねえ。いっぱいわらわら湧いてきただけやった。わらわら湧いてきたわ。まだ時間ある？あ、71箇所。結構置けるね。まだ置けますよ。ここら動いたら、こいつら死にそうやな。まあ、でも関係ねえけどね。おら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 。ちょっと強そうな家臣をこの辺に置くかもなら。あ、お金ねえ。あれ？どうしたどうした？あ、どうしたどうした？え？待って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 、おお、どうした？わあ、行列がめっちゃできてる。大量にリスナーを。まるで語気のごとく。あ、これ家臣ってこれか。あ、そういうことか。家臣をいっぱい使ってやった。よしよし、もういい、もうリスナー大量虐殺問題。あ、あと石欲しい。うわ、気持ち悪い、ここ人口密度多すぎやろこれ。よしよしよし、どこがスタートかわかんねえなこれ。上上、よしよし、こうね、こうからの、よし、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。どれがどれかな、誰が誰よ。人ばっかり置いて満員電車見て。俺満員電車経験したことねえんだよな。とりあえずコラバサミはいいとして、これ何やろな、これがないと火の罠を殺到させれない近い時。今大ブレイク中近い時。何の話だよお前、何の話だよ。まあいいや、こう行って、よしよしよし、この中に入ったらババーンボーンドカーンになるわけね。うん、密集が気持ち悪い。こう密集系嫌いな人はたまらんやろねこれね。よしよし、こうね、ここに来たらボーン燃えるやつだね。よし、できたできた。もうこんだけあればなんとかなんじゃないか。なんとなんかな。8時ぐらいの東京駅みたい、これ。いいね、この声。錦鯉やね。錦鯉。これが、リスナー、なんとか事件。増殖事件。逃げ道だいぶ、大丈夫だから、わかんねえ。俺、どっからスタートかもわからんからな。あ、ここなんか結構、空いてね。ここになんか置こうぜ。これ、宝箱なんかな、これ。何なんだろうね。たまいま。とりあえず、ここに置こう。え、おいおい、入り口ここくせえな。入り口ここくせえなー、これ。こっから来るんちゃうか、これもしかして。関係ねえな、関係ない。もうこう、もうもうここへらからもう罠地獄やで、罠地獄。宝箱とか開け来るんかな。俺が開けないかんのかな。声が癒し要素的なやつ、知らん。このゲーム初めてやるけど分からんけど、多分そんな感じ。うわ、わさわさ来た、わさわさ来たよ。いいんじゃないですか。使いすぎて次のステージ大丈夫、知らん知らん。まあでもあいつが金くれるでしょうね。お菓子いっぱい持ってるはずやから、あいつな。人がこんなにいるなら罠いる？そう思うでしょう。
あのね、リスナーたちね、自分の強さをあれしちゃいかんよ。よし、行きます。あと8人って書いてある。まあいいか、行きます。では自分の強さを過信し、あの 強さを過信しちゃいかんで。いや、久しぶり、こんばんは。行きます。良いではないか、良いではないか、良いではないか。殿、殿、ご無礼つかまつります。やめてください。今しがた、患者からの報告で当屋敷に怪しい派手な旗本がこちらへ向かっているとの情報が入りました。何、旗本じゃと。めめめめめめ、誰お前。ポポポポポ、旗本、退屈男、旗本退屈男。額の傷がうずかなければ退屈男の名前が去るわ。江戸旗本は切ると言うたら必ず切るぞ。俺見たことある、そいつ。下宅は今のうちに早逃げい。旗本退屈男、参るぞ参るぞ。実写やないで、実写やない。震えてる震えてる、めっちゃ震えてる。一回で震えてる。爆発したぞ。旗本退屈男、あれであったよ、あの普通の江戸時代の話で、すげえ楽しかった。誰か忘れたけど。スタートどっからや、俺。音楽がすげえ、クオリティが。名前のせいでださ。旗本退屈男知らん。来た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 、そっからかい。ザビダイガンを、待って待って、画面、あー待って待って、画面、拡大して、ちょっと見に行こう。わあ、ちょっけ。ちょっと見て。あ、別に浮かんでいったい。別に浮かんでもいいんだ、俺。ここ。おお、切ってる。あー、ゴロゴロ、無駄。お前らどこに落ちとんねん、おい。リスナーたち、俺の大事なリスナーたちが。自分を気をつけて。あ、旗も退屈男、ガチの実践したらお金がないやつ。あー、めっちゃ嫌いで、おー、引っかかった、イエーイ、ざまみろ。無駄。あ、お金取りに忘れてた。お金取りがないか。お金取り行こう。どうなってんの、今。あー、おしゃ、バカした。ラッキー。今チャンス。お金。よし、お金ください。こっち行くの、こっちで。おしゃ、やれ、お前ら。おしゃ、いいよ。あ、俺、暗いんや。今、なんか俺、暗いだけやつ。戦い、よし、ほら、火力とかを取りに行く。あ、なにそれ。おお、わあ、お金、ちょっとお金くれ、金。戦ってる。リスナーたちが、うわあ、嫌いでる。お金ください。ちょっと待って、どうすればいいのこれ。 RR、 あ、これなんこれ。あー、これね、サムラ、行け、行け。あ、きれい。よし。うわー、雑魚かお前ら。弱すぎ、笑った。無双ゲー、リスナーたちやられてるのか。行け、戦え。わしは逃げ続ける。わしは逃げるぞ。だ、お金は大事だよ。みんな死んでますよ。保険金かけろよ。ガンガン行こうぜ。爆発全然しなくね。こう来て、よし、はい、こっち、これスイッチ踏まないかんからね。これスイッチ踏んで爆発ドーンやで。どこ行ってんのお前。待って、それちょっとお前、俺は想定外。こっち、うわ、俺が死ぬ。俺が食らってんやんけ、バカだれ。どうなってんの。どっか行ってる。発泡スチロール並みの弱さでやる。でしょ、リスナーたちこんだけおったら勝てるんちゃうかっていう疑惑はねえからな、このゲーム。どこ行った。あ、それか。来た。あれ、早く来い。この罠に引っかかるんや。よし。落としじゃないけどな。落としじゃないけどな、これな。よしよしよし、いけ。
罠よしよし落ちろぺーおーちょっと待ってどこ行ったおーおーおーそういうことだ攻撃あ俺攻撃できんじゃんおらひえぶりです罠ってないやろこれ罠へいじゃあいけちょっとこれそうこいつめちゃくちゃ弱いの忘れてためっちゃ弱いやった我々はもうダメだやべえどうしよう罠が全然発動してねえこっち来てこっち来てもうちょっとで勝てるからもうちょっとで勝てるはずやからちょっとお前何やってんのちょっとお前何やってんのこれこれかくらえこれ何やろこれ何やろ罠しかねえよわちょ待て早くやるんだお前らミスターホーほぼ絶滅しましたあるあちょっとちょっとわ大丈夫だうお俺燃えてますお金くださいお金は大事です出会いかれ早くかれ早く切れ早く切れ残ったリスナーリスナーってあれやからこれあ死んだ最後のリスナーさん死にました罠どうやったっけ罠がなんか全然発動してくれねえやけどなんであらこんなんやったっけなどういたあいつね罠引っかかってないよね今日ねあんだけ罠ここに引っかかっとんやこいつわまだきゃまだきゃよしよし早く罠早くよしよしやっとした一騎打ちであるリスナーが罠に引っかかった気がする無敵ずるい無敵ずるいどこ行ったあいつここにおるけど来た罠なんで罠引っかからんのちょっと罠どうしたお前らちょっと罠どうなってんのマジでえこんなに罠引っかからんやったっけ罠引っかかったらあと見るだけちょっと待って地味今日これ何やろこのボタンこのボタンも使いんや早く来てうん突きだらけやけどこれはいこれそうなんでこれ引っかかってくれないのちょっと待ってこんなにあれうわあ、開け。危ない。死ぬとこやったわ。ちょっと今一騎打ち、超いい感じの一騎打ち。罠よ一応。わーい。罠。なんでここで引っかかってくれないの今日。こんなに引っかからんゲームやったっけ？使った罠とかダメかな？パッツ発動？確かに罠って書いておけどさ。どうやって発動させるの？スイッチ踏まないかんのかなこれ。踏んで罰をしてみよう燃えました死にましたいっぺんの悔いなし返り討ち編ここから自滅したもう一回これが新しいオープンワールドやったもう一回分かった多分あの上で踏むやろなよしもう一回OKOKOK これな見にくいな押してこの状態で多分踏んだら俺が押したいんやボタン多分そうやで端っこ行っちゃまずかったなわはい今ほらちょめちゃくちゃ食らっとるよしいいよあれはよやれお前らやれキレかれこれどうしたらいいのこれはいおなんでお前食らってんのリスナーがいつモンハンと錯覚した待ってやれ危ないやれはよ行け一斉を一緒に燃やした角度が悪い
こう。ああ、危ない危ない危ない。ああ、燃えてる。ちょっと待って、なんで俺。よし。ヤッフー。なんで？ボンバーマンより確かに爆発しとった。もうちょいで倒せそうだね。いけいけ、やれお前ら。やれ、お前らバカか。何やってんだそこで。お前らこれ簡単なはずないけど。押した。かかれ。今ブルボックバカか。お前らだから。かかれっつって押してどうすんだ。なんでだよ。かかれじゃねえよバカかれ。いや俺死ぬ。もうちょい死ぬんやからさ俺。矢印の方向に。どういうこと。大量ガス。自分で落ちてるからこいつら。かかれ。はい、やれ。これ踏んだら絶対嫌やけど。嫌な予感しかしねえ俺。自分から落とさないかかった時にわけがわからん。これに引っかからないか。どういうことやろ。なんか分かった気がせんでもないな。でもな、自殺情緒感。助けます私は。自殺し、戦え、手止まれ、戦え止まれ。誰かかれ罠、はいやれ。もうちょっと勝てねえな。全然勝てる気がせんぞこれ。お前かかれ。はい、いけ。きれ。これ踏んだらダメなんかな。あ、それが燃えんのね。よし、逃げろ。オッケー、分かった。こういうことね。これ踏んだら、ここが燃えますと。そういうことね。だから俺がここで罰連打してもダメだと。そういうことか。いでーよー。腹がいてーよ。こうね。こうだって、なんか前回と若干変わっとんな、これ。前回なんか踏んだら、勝手に向こうが踏んだら発動しとったけどな。ほい。あれ踏んだと。もう何もねえ。ダムねえやん。うわ、ちょ、待て。あっ。これ、あれね。あ、死んじゃったって。もう一回やろう。こっから、あれだけの罠だと家臣勝てねえんかな。もう一回、分かった。ちょっといろいろ考えいこう。あそこがスタートだっつうことが分かればね。1回目、2回目、3回目。まずでかくして、あそこがスタートな。一回考えよう。ここはね、いろいろ考えないかん。まずあいつが来た瞬間ぐらいに爆発してもらわないかんから、まずでも自分が踏まないかんわけでしょ。そうなるとね、これが伝説財大官です。トラバサミ。結局困るじゃなかった。頼るのはトラバサミっていう。スタートここやったよね。多分ここがスタートやから、ここに置いて、まず一回罠をね、ここに置くと。絶対出てこさせないまんね。絶対ここはもう閉じ込めるまんにしよう。頑張ってて、おやすみ。またおやすみ。で、まあ、なんやったら落とし穴もここではめとくと。落とし穴もここではめとくとね。なんか分からんけど、こういう風に置きたがるやつね。この辺とかになんか置きたくならんなるよね。で、これを、問題はこれ食材なんよね。買いやすさと使いやすさと安さから主婦の間では今大ブレイク。これだよ。自分が踏まないかんっていうのがちょっと想定外よね。あ、そうよ。だから自分で踏めばいいよ。で、ここに置いて、ここヘラまで置いて、で、ここにこれ置けばいい。お、頭いい。ここで踏めばいいや、自分がな。
そうそうそう、自分で奴ら押したからな、自分で奴ら押しやがったからな、あれをなんとかしたい。だからここに置いて、よいしょ、でここに置いて、ここで爆発させると。あ、ここじゃなくね、これか、ただいま、はい、とここに置くと、もうここ絶対こいつぶっ殺す、うん、適切なコンテンツ言われる、爆発させるマンね、絶対爆発させるマン、自分でポチッと踏んで、まあ、踏めないね、踏めないやつ。石はどうすんの、これ勝手に動くの、これ石勝手に動くんやったらもうここまでゴロゴロさせていいけど、勝手によっしゃよしよしよし、江戸のブラック企業だよ、勝手に奴ら落ちたのをね、なんとか考えないかんけどな。これ火の海な、プラスバルチック艦隊を撃滅させたのは周知の通りだよ。バルチック艦隊って誰、確実に敵がおる、そうそうそう、敵が通るかな、この辺さっきなんかうろちょろしょだけはすんな、これ勝手に爆発するのかな、一回置いてみよう、これ一面火の海ですよ、これ完全に、本当に火の海になりますよ、これ大丈夫、落とし穴落ちるだけの簡単なお仕事、行けーっつったら勝手に落ちなかったからね、やつらな。で、まずここヘラで来てるのを見て、俺はここで踏むと、安全安全、こうここヘラまで持ってきて、これか、これ燃えんくね、これ燃えんくね、これ大丈夫か、日露戦争はまだだろうが、ね、なるほど、バルチック艦隊ってそれなんや、日露戦争的なやつなんや、ハイヒンリスナーが罠にかかるやつ、もう浪人いっぱい用意してあるからこの中に、おらーおらー、もう来ません、何これ、あこれ、あここで帰れるやん、これあれ、あこれか、合流、よしよしよし、家臣、あと 1,2,3,4,5、 お前らちょっと働き当たり、おら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 、うす、リスナーを犠牲にして自分の生き残るスタイルだよ。寝ます、おやすみなさい、おやすみなさい。罠が勝手に落ちるからな。これやろ、これ踏んだら勝手に燃えるんかな、はい、燃えるんやったら置いとくけどな。で、どっちから来るか分かんねえからな。どっちから来るか分かんねえから、どっちでも対応できるようにしとく。ここに置く。で、特大を自分で踏めるように、ここからここにここからあれ、おけんぐね、人がおっておけんやつや、こっからここまで、うわー、どうしようねじゃあここ腹が痛い、大丈夫、食いすぎ、こいつら落ちるからね、ここに置いたらね、まあ、一応落ちないようにしとこうね、よし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 、ここへ一応置いとこう、何が起きるか分かんねえからな。リスナー燃えるんかな、無理さん燃えるかな、なんかすげえしょべえ燃え方せんかった、しょぼって感じ。食材なんかあったら食材で爆発させる作戦ね。でこれか、トモチン、よしよしよし、でこれあーもうあとこれなんか適当に置いとったらもう勝手に爆発せんかな、飽きてきたっていうお金使ってなんとか使用作戦、よし、壁見つめて立ってただけです、スナイパー、リスナーたち時給何で雇ってんの、前回もその話があったな、リスナーは金物とか燃えますよ、燃えます、ではではあとは買い出し人を雇ってこの中にぶち込んどくね、みんな燃えんなよ、助けや、ぎゅうぎゅう詰めしときな、こうここは満員電車やけんな、痴漢とか気をつけろよ、次はまだ爆弾を買おう、そうね、一人につき髪の毛10本、もうこれ全員死んでまうやつやで、大丈夫か、ではでは今度こそいけるやろ、いきます、熱くなるよ、今オリンピック中だぞ、今リアルオリンピックですからね、いきます、飛ばします、ここは見ましたからね、まず L1 を押して上を押す、画面をでかくする、男だけなのに痴漢がいる、はまれはまれ、ふわ早速引っかかれ、よいしょ、あれ、あこれ引っかからんくね、やっぱり
邪魔やなお前ら。どこ来てんの？あーそっち来てんの？踏みて踏めねー。なんか俺の予定とちょっとあぶねー。見てなかった。俺の予定とちょっと違うな。こっちか。あれどうしたどうしたお前ら。あれ？もうちょい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 。あれ？ここ踏んでなくね？あれ？俺の予定とだいぶ違うぞ。俺の予定とだいぶ違うけど大丈夫かこれ。あ、そっち？そっち？じゃあこれじゃこれ踏めばいいな。これじゃないね。え、これか？これやな。キー！あれ？爆弾どこ行った？爆弾。爆弾どこ行った？俺の爆弾。おーい。もう燃え切ったよ。あ、これいけるいける？いけるこれ。あれ？これか？これ踏むのね。どうしたお前ら？え、どうしたお前ら？いいよじゃねえ。何したお前、勝手に死んでんじゃねえよ。なんかえらいことすんなもう。あれ、俺の予定とえらく違いやぞ。晩酌モード了解。なんでなんで何が起きてんのこれマジで。もうこいつ強くねえか。うわちょっと待って待って、引っかからない。なんでこれ引っかかってくれないの今日。やっと1連載やけど。だからリスナーが仲良く燃えてよ。人大きすぎなんじゃねえっつって。俺たち弱すぎる。これなんだこれ。これ踏むのこれ。これ無効だよ。えい。燃えた。いい感じの燃え方。さすがに説明書。なんだろう。こんな予定じゃねえかったぞ今俺。これ燃えるでしょ。こっちおいでこっちおいで。よいしょよいしょ。でこれは向こう側にボーンってなるやつでしょ。うわーいてててててよいしょよいしょ。はい。あれ？これ食材。これ向こう側に発動するやつ。あこれ踏んだら向こうか。これ向こうだ向こう燃えるやつか。蘇生が追いつかない。あいつどこ行った？あれ？あおったおった。どれを調子する？なんかあ今チャンスじゃねえか今チャンスじゃねえこれスイッチ押したらボーンならんか燃えんか燃えんかあれ燃えない。あ燃えた燃え押した関係なかった燃えてねえ。あーまた押したよしよしよし蘇生が追いつかないパワーワード頑張れお前ら。あこれがおおおおよう落ちるようになったのおいよう落ちるぞ今チャンスじゃないか危ない危ない俺やった爆発しなかったな。どこまで行くお前そこお前集団おるでおい燃えろあれ燃えない最後のリスナー大丈夫まだ大丈夫おしよし今チャンス燃えろあれどうした2連鎖大ダメージよし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 あれ1連鎖なんでよしよしここ燃えんかこれ燃えんかこれこれ燃えんかああ俺が引っかかったとこやったよし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 イエーイイエーイあーこれ何してんの分かんないけどなんか分かんないけどわーなってるわキラキラなってるけどこれどれこれ踏むのえ違う関係ねえな関係ねえなまだわあ痛えよ罠がもうねえんですけどもうこれ踏んで終わったでしょ何の罠が残ってんのこれだけあとこれ運動するしかねえ頭の退屈男どうなってんの痛えよ背景背景人が追いつかんから処理しきらんのがねそんなことないと思うけどな単純に今これ火がねえから爆発しないんでしょだってこれ落ちたらまずいでしょこっちおいでほうリスナーいらねえんじゃねリスナーいらねえ疑惑あるこっちはうろちょろしとけばまた引っかかるほら引っかかったほらもうちょいこれよしいいぞ結果トラバサミ最強でやるトラバサミ最強これ勝てるぞみんなここ来い来いイエーイ
やー、勝ったー。猛獣捕獲地獄。何？拾わないか。やったー。結局勝ったのこれやったっていう。やったぜ。5分11秒パチパチパチ死亡した44人。大量のリスナーが死んでいったわ。カトンボ。カトンボでした。おお、いいね、この音楽。チャキーン、やったー、お金いっぱいやでー。ペコちゃんは大丈夫、俺がちゃんと守ったから。うん、名前が中肉性カトンボ。全員視聴者死んだ。何、浜屋ゲット。あはははちょうど今日の黒猫の配信者ぐらい、人ぐらい。格付けビンゴ済み。これでかくねえか、このビンゴでかすぎんか。デーブ、今日の現在の視聴者以上死んだ。悲しいっす。セーブ。今日の視聴者いなくなった。さあせん、明日はもっといっぱい見に来てね。我々は一回死んで、さらにもう一回死んだ感じ。はい、ということでね、悪行日記でございます。今日の悪代官はここまでにしておきましょうか。ほんなら、まあ一番最初の終わり、まあ買い入れはね、ちょっと明日また放送中にしたいと思います。多分これでいろいろ変えますね、まあ、準備もいろいろあるでしょうけど。ということで、今日のザビ代官はここまで。また明日お会いしましょう。バイバイちゃーん。